スは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。ベルーガは
北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、 1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10